さあ始まりました、藤岡ちゃん TV です。ああ最高、暑いね今日も。今日も函館プリズンでお送りしております。よろしくお願いします。いいね、やっぱり前書きってもう函館プリズンなんて書いちゃってね。もう藤岡あれですよ、凶悪な植物たちをあれです、見張る極調ですよ。いいね、残したまま。やっぱりね、日曜日は昼間からユーミン聴きながら、朝日スーパードライです。ああ最高、あんまりユーミン流してたら怒られそうなんでちょっと切りますね。おい、というわけでね、いつもの BGM に戻りました。今日はね、ボンバックス、開墾植物ですね。この前、フォッケアちゃん植え替えしたんでね、今日は開墾植物の続きということでね、ボンバックスちゃん植え替えていこうと思います。皆さんボンバックスって知ってますか？なんかパキラに似たね、植物なんですけどね、冬場は葉っぱ落として冬眠しちゃう植物ですね。ああいい感じですね。これね、丸くする方法があるんですよ。ほっとったらボーンって伸びちゃうんですけどね、このここを太くする方法があるんですよね。まあただここぶっちぎるだけなんです。ここブスッとジャキッと、そしたらね傷口も埋まっていくんですよね。こうやっていい感じでしょ。うん、で枝が出てくると、でここに葉っぱがピロッとつくんですよね。まあ、パキラ葉っぱ多いじゃないですか、なんか細くて薄い葉っぱがね、とはまた違ってちょっと肉厚な葉っぱを出しますね。ボンバックスちゃん、とっても可愛いです。新芽が赤くてね、また新芽出てきたら見せますね。まあ今日は俺の植え替えということで、どんな感じに根っこがなってるのかなとやっていこうと思います。よろしく。で用意するのは、まあ根っこをほぐす棒とスコップとガビャーです。はい、ではボンバックスちゃんやっていきますね。みんなおなじみのスリット鉢、いいですね、やっぱスリット鉢。もうちょっと土がね、なんかあれなんでね、変えちゃいます。いや、抜いていきますよ。ここガシッと掴んで、あとは。こうですよ。おぉ、いい感じですね、根っこも。よく張ってる。いやー、2年ぐらいかな、ほったらかしで。いい感じですね。ちょっと根っこ整理しようと思いますね。よし、突き棒で。イエス。あー、なんか話そうとしてたな俺。もうまあこんな感じにね、根っこをサクサクサクとねほぐしていきます。まあこの子もね強いんでね、今の時期なら結構強めに根っこ触っても大丈夫ですね。なんだこんなに変な根っこ出しちゃってくんね。切っちゃうぞ。この下どうなってんだろうね、ほんと気になるところではありますが、熱っ、これはもうダメだ、熱すぎて藤岡ちゃん
干からびちゃうな、ここでやってたら。日陰でやらなきゃダメになっちゃうすごい気温ですね、今もう夏ぐらいの勢いですね。あ、いいね、いいね、いいね、いい感じに土がほぐれてきましたと。お、根っこ、どんな根っこになってるのかちょっと洗ってみますかね。見たくないですか皆さん。ちょっと洗って見てみましょう。土を落としてね、洗ってきます。おー、いいね、いいね、いいね、もう見えてる皆さん。いいね、お目覚めですよボンバックスさん、最高だ。あ、いいね、もう細い根っこ落としちゃおうかな、落としてちょっと上げようかな、この子もぬえぬえもうこれは最高です。この前といい今回といい、うちの子はなんて美しいんだ、芸術が爆発してやがるぜ。まあそんなこんなでね、いい感じに洗えて、また足があらわになったということですよ皆さん。皆さん、ボンバックスの根っこ最高でしょ、本当に。いつもコメントありがとうございますね、本当ね。返すの遅いんですけどね、俺文字打つのがそもそも遅いんですよ俺それでもうコメント返すのも疲れちゃうわーっつってね、ちょっと休み休み返しちゃったんでね、遅くなっちゃう場合もあるんで、そこはちょっと勘弁してやってください。お願いします。そうだ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 、コメント欄に病気とかの対策を教えてくださいって書かれてた人がいたのかな。やっぱりね、俺対策あんまり薬とか使わないんですよね、僕は。外管理で対策ね、まあ一番俺がいいと思うのはね、何、予防薬あるじゃないですか、いろいろ、ベニカとかホームセンターで売ってるやつ、もうあれを振っといたら大概大丈夫っすよ、環境良かったら。あと水枯れ、水切りすぎてないとかね、水切りすぎちゃうとやっぱ弱ってきちゃうっすよね植物、乾燥しすぎたりすると肌にとか湧いちゃいますよね、貝殻虫とか。まああれの予防薬、専用の予防薬をもう先につけといちゃうとかがいいと思います。やっぱりね、あの湧いてからじゃもう手遅れな場合があるんですよね、もう。だからあのあれです、僕が言いたいのは、予防に勝る治療はなし、そういうことです。予防に勝る治療はないです、まさに。どんなにすごい治療ができようとも予防には勝てません、もうならなきゃ勝ちですからね。なんでもう先にこういう病気になるだろうと思うやつはね、対策しとくという、それが一番いいと思います。でなんだかんだ言ってるうちに洗いが終わっていきました。ちょっと影になっちゃうね、ごめんなさい、ごめんなさいね、なんか今回日の向きがダメだな、ちょっと今日早く撮りすぎたか、中途半端な時間に撮りすぎちゃいましたね。で綺麗になった根っこだ、これを切っていくぞ。ハサミはどこだ炭治郎、ハサミを見つけてきたぜ。ハサミはシャシャシャッとあってね、では根っこを切っていこうね。もうねちょっと細い根っこは切れないね、この子ハサミがボロいんだな。ちょっとちょいのちょいと切
っていきましょう、まあ、このぐらいでいいのかな、ね、根っこってね簡単に取れる根っこはもう死んでますからね、腐って、うん、この子たちはまあいい感じに生きてるけど、また死んじゃうかな、まあ、まだ芽も出てないんでね、とりあえず大丈夫でしょう、まあ、いらなくなった猫はこれボーイです、ありがとう、よし、そしたらばビールを少々、よし、あとは土をジャバラッと、まあ、ちょっと浮かして入れようかな、ボンボックスじゃんね、あの挿し木もできるんですよ、枝が伸びて、枝が伸びるじゃん、ちょん切るじゃん、それまた挿しとくじゃん、またつくんですよね、この子も。でボンバックスさん最近聞いた話では挿し木でも太るらしいんですよ、挿し木でもこんな太ってくるらしいです、僕知らなくてね、だいたい挿し木って太らないんじゃないですか、パキポとかはあの枝とか切っても太んないんですよね、そっからまん丸にはなんないんですよ、枝だけ棒がピョーンって伸びて、まあそのパキポの葉っぱが出るみたいなね、そういう育ち方しかできないんですよねパキポは。でもボンバックスちゃんね太らせ方があるらしいんですよね、挿し木して切るじゃないですか、パチで刺すじゃないですか、まあ乾かしてからですよ、乾かして膜が張ってまあバイキンが入らないようにしてから土に刺して、でまず根が張る、すると太くなってまた伸びてくるんですよね枝が、それを根元からぶち切るわけですよ、ブスってで短くするわけですよ、そしたらでまた枝が出るんですけど、また来年ぐらいかな、1年経ったらでまた下が膨らんで枝も太くなってきてめんどくさくなってきた説明があとは分かりますね、もうとにかく切りまくるんですよ、出てきたら、この子もそんな感じでしょ、俺もともとちっちゃかったんですけどね、この子ここあったんですよね、もうちょっとそれをぶち切って、でまた横から芽がウィーンって出てきたから、それもぶち切って丸を維持してます、こうやって太らすことができるそうです、刺し木も、この子も刺し木なのかな、ちょっともう買ったところもよくわからないな、ネットだからね、ほんと今回はもうこのまん丸が可愛いんで、この植え方にしときますね、うん、十分可愛くないですか、いいでしょう、やっぱりねユーミンいいっすよね、最近のユーミンはあれですけど声が出てこなくなってきてますけどね、お年を召されて急にユーミンの話するなってねまあね、そうだ、病気害虫の対策としては、うん、健康でいさせてやれば大丈夫だと思います、藤岡ちゃんもう対策なんて全くしてないんですよね、薬とかほんと使わないからね、使ったことあるかな、あ、瀕死のやつにたまに使うぐらいかな、ほんとやばいやつとかかな、まあ今日の動画はもうボンバックスの植え替えで終わりそうですね、はい、出来上がり、デリャン、かわいいっす、ボンバックス、はーいって手を挙げてるみたいですね、はーい、かわいい、まあ、またこの枝落としてもまん丸になってちっちゃい枝が出てきて葉っぱを出すというね、ということで君にはチョンパでいこうかな、いやまあいっか、この枝はこの枝で頑張ってもらって、ここで葉っぱ出しそうですからね、芽がこんな感じなんでね、これはこれでいっか、じゃあちょっと水やっておきます、
感じだ。とってもいい感じだ。これでね、水で馴染んでいくというわけです。OK。いいね。なんか面白いネタないかな。藤岡ちゃんいつも植え替えばっかだからね。はい、というわけでね、ボンボックスさんの植え替え完了です。超いい感じですね。皆さんもこんな感じで植え替えしてあげてください。今の時期が最高だと思います。あったかくなってきてね、まだ葉っぱが出てないいい感じの時期ですね。よし、あともう一つ、ほら、皆さん覚えてますか、うちの自称白芸ちゃん、老白芸、あの上の部分ですね、刺してたらもう根っこ出てますよ。見えます？いや、根っこほら見えない、見える、見えるね、見えるね、これね、根っこもう生えてきてます。早いね、最高。もうこの子はこのまま頑張ってもらいますね。こすったね、あれこうか、もうここにピシッとピシッと入れて放置です。頑張れよ。置いてるだけですけどね、根っこ出てきますんでね。よし、以上かな。ふう、まあ今日は気の利いたことも言えてないけど、まあ暇つぶしに見てやってください。ご視聴ありがとうございました。またね。